9時半まで。今日はですね、いくら堂にやってきました。新見市いくら堂です。1000円まあ、すごいあの懐かしのスポットでもあるこのいくら堂、今日ちょっと歩いていきます。はい、じゃあここから走ろうか。あ、はい、あ、ここです。あ、ここですね。はい、はい、じゃあちょっとね、あのこれからのシーズン本当にあの避暑地行きたくなると思います。まあ、この動画見て、まあ、実際行こうかなっていうきっかけになったり、まあ、これ見てちょっとでも涼しくなっていただけたらなと思います。すごいあのレトロな雰囲気の残る売店がたくさん並んでます。はい、じゃあ早速ね、このいくら堂に入っていこうかなと思います。なるべくノーカットでお届けしようかなと思います。よし、じゃあ早速入っていきます。こんなところであの餌売ってるんですね。入ってるわ。これ右ですね。すごい涼しい。もうクーラーもだいぶ下げた、18度ぐらいまで、限界まで下げたような感じの冷たいひんやりとした空気が流れてきてます。ちょっとなんかすごいドキドキです。今現在地こちらになってますね。結構長いので40分ぐらいかかるそうです。一応早速入っていきましょう。うわー、ちょっと寒いな、寒いなっていうぐらい冷えた温度。入っていきます。もうちょっとなんか影が鬼のような。ひんやりしてますね。冷蔵庫の中にみたいです。
涼しいな。すごい写真ポイントだそうです。ここうわあ、こっちか、こっちの方が見やすいです。すごい、ちょっと写真撮ります。コウモリは読みたいですね。やっぱこの垂れ下がりがなんかコウモリの羽のような感じに見えます、まあ、多分それいうあれで、あ、でもこの下にもいろいろね名前があります。銀すだれ、金すだれ、若干やっぱ色が違いますね。じゃあ先進みます。ここも地軸の滝、落差50メートル、わあ、下、神秘的な感じです。次行きましょう。
鬼の手袋。お、綺麗なセットなので、もうちょっと写真撮ってきます。よし、OK。よし、立派な恐竜像ですね。よし、行きましょう。
地獄なのか。ちょっと綺麗ですね、めちゃめちゃ。だんだん最後にかけて、見どころというか、ゆっくり見られる。最初結構やっぱりきつかったですね。
一気に暖かくなってきました。これは足湯的なやつかな。縁結び有沙の宮、こう書くんですね。はい、あ、おみくじね、自動販売型のおみくじが、これ帰り道ね。よし、というような感じでございました。昔と全然変わってないですね。僕が小学生の頃初めて来たんですけど、その当時と全然ほぼ変わってないです。懐かしの鍾乳洞かなと思います。ね、綺麗な感じで滝も流れてます。ここから出るとね、一気に湿気がムッとしてまた鍾乳洞戻りたくなるんですけど、もう時間の関係で、まあ、あと10分ぐらいしたら終わっちゃうんで、早めにちょっと退散します。よし、という感じで今日はお届けいたしました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、疲れましたね。でもまあ綺麗な鍾乳洞確認できたので、まあこれはこれでいいかなと思います。
ちょっとね、あの売店が、あのお食事所行きたかったんですけど、ちょっと閉まってたんで、また次回行ってみようかなと思います。ちょっと雨降ってきましたんで、これにて閉幕です。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。